A3 は、リブルエンタテインメントが提供する、スマートフォン向けアプリケーションゲーム。キャラクター原案に、藤原亮を据えた、イケメン役者育成ゲーム。シナリオはトムが担当しており、メインストーリーに関しては、全編フルボイス。稽古で、劇団員を育成し、公演を成功させるのが、主な目的。資金稼ぎを行うためのミニゲームも収録されている。タイトルの、 A3 は、アクト、アディクト、アクターズの3つを合わせたもの。開発段階では略さない、アクト、アディクト、アクターズがタイトルとなっていた。ビロード城にある演劇の聖地、ビロードウェイ。その中にある劇団、万開カ,カンパニーは、借金1000万円を抱え、劇団員は一人しかおらず観光庁が泣いている、潰れかけの弱小劇団だった。 創設者である父の行方を探して満開カンパニーを訪れた主人公は、ふとしたきっかけで劇団の再建を依頼され、いきなり主催剣装監督に任命されてしまう。ヤクザにも目をつけられ、いつ潰されてもおかしくない大ピンチのオンボロ劇団を、あなたは救うことができるのだろうか声は、声優、縁は、舞台版における俳優。記載がない場合は担当者なし。 1991年に主人公の父、立花幸男が設立した劇団。専用の劇場と寮があり、団員は住み込みで活動している。春夏秋冬4つの組に分かれている。春組正統をはめる編劇を得意とする組。夏組にぎやかなコメディ劇を得意とする組。秋組ハードなアクションを得意とする組。冬組しっとりとしたシリアスを得意とする組。 劇団スタッフ裏方組、第3部から登場。初代 OB 第3部から登場。アンサンブル春、グミアンサンブル夏、グミアンサンブル秋、グミアンサンブル冬、グミアンサンブルビロード町を代表する有名劇団。水芸などを用いた、豪奢な演出が特徴。第3部から登場。胸山吉美の作画でコミカライズが連載された。トグノ藤原涼のイラストで、 ノベライズが刊行された。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府の緊急事態宣言及び地方自治体等の方針を受け、全公演中止となった。出演キャラクター出演キャラクター春グミ夏グミ秋、グミ冬グミ松川栄介、酒田県、水野ヶ谷、イカルガ園、新城涼、アスカハレ新木坂、レニ両会場とも全国の映画館でライブビューイング、 アリ出演2019年2月3日にアニメ化が発表され、2020年1月から6月まで中断を挟み、シーズンスプリングサマーが同年10月から12月までシーズンオータムウィンターが放送された。当初、シーズンスプリングサマーは1月から3月まで、シーズンオータムウィンターは7月から9月までの放送予定だったが、 工程上発生したスケジュール管理に起因するトラブルの解消に時間がかかっていることや界隈にて蔓延している新型コロナウイルスの影響も重なり制作放送スケジュールに関して再検討することを決定第4話以降が放送延期となったが4月から第1話から第3話までを再放送し第4話以降を新たに追加した完全版として 放送することを発表した。オープニングテーマは、大石正義が作詞、作曲、編曲を手掛け、各組のリーダー4人による、A. サンダーズが歌っている。エンディングテーマは、メインストーリー第1部に登場する各組のメンバー5人が歌っている。三好一世のキャスト変更に伴い、第6巻以降は、当初の発売予定日から延期されている。 A3 ブルーミングラジオのタイトルで文化放送にて2019年4月から放送されている。毎週金曜23時30分から放送されており、パーソナリティは基本的に月替わりとなっている。2019年4月から2020年3月までは毎週日曜2時から放送されていた。ありがとうございます。